ナポリオ王国の領域ナポリ語は南部イタリアのロマンス系言語。南イタリア最大の都市ナポリを中心に、カンパニア州、バジリカータ州、カラブリア州北部、プーリア州北部、中部、アブルッツォ州、マルケ州南部、ラツヨ州南部などで広範に使用される。ナポリ語という名前はナポリオ王国の丘陵で話されていることに由来するが、エスノローグはナポリ語では ナポリ市で用いられる言語という誤解を与えるとして、ナポリカラブリア語という故障を用いている。この故障が適切かどうかは別として、多くの学者は、ナポリ語とイタリア語のナポリ方言は区別されなければならず、紛らわしくない故障が必要だとしている。ナポリ語話者が分布する県内で、意思疎通に問題が生じることは少ないが、ナポリ語話者と標準イタリア語話者の間では、 一思疎通がうまくいかない場合がある。これは、中性名詞の存在や、複数形の作り方の違いなど、標準イタリア語との間に、文法上の明確かつ大きな差異があるためである。ナポリ語も、標準イタリア語と同様に属ラテン語から派生した、ものであるが、ラテン語よりも前に存在していた、オスク語の影響が大きい。例えば D 音を R 音のように発音するロータシズムが挙げられる。 具体的には、五島もしくは母音に挟まれた D は R と発音され、またそのまま綴られることもある。ロータシズムの他の例としては、ラテン語のマイナス ND が引く NN に置換されること、ミリバールが引くミリメートルに置換されることなどが挙げられよう。9世紀まで、現在のナポリ地域はギリシャ語が使用されていたため、ギリシャ語の影響も受けている。 近年まで聖書法を確立する試みはなかった。例えば、ナポリ語辞書と題された書籍で、気を引いてみると、アーバロ、アーベロウ、アバロなどとばらついているありさまだった。現在は、アルド・オリベリ教授らのプロジェクトにより、文法などの整理が行われている。言語文化面では、ナポリ語は、ジャンバティスタ・バジーレ、エドアルド・デ・フィリッポ、サルバトーレ・ディジャコモやトトを筆頭に、文学や、 歌劇の場面で活躍してきた。オーソレミオやカエレソレントへの歌詞はイタリア語ではなく、ナポリ語である。現在のところ、イタリア国内において、ナポリ語は公用語などの公式な地位を与えられておらず、学校で教えられることもない。しかし、ナポリ語教育を進行する動きは多くあり、ナポリ大学では、ナポリ語のカリキュラムが用意されている。 ナポリ語とその方言と考えられる地域ナポリ語にも方言はあり、論者の中には、ナポリ語はカンパーニア方言のみを指すと揶揄する声も見られる。しかし中部イタリア語と同様に、ナポリ語は非常に強い方言連続体を形成しており、相互に意思疎通が可能である。加えて、北部、中部とは異なり、ナポリ王国のもとで統一されていたという、政治的背景も存在する。 したがって、少なくない言語学の専門家は、南イタリアの方言は単一言語に集約できると考え、その場合は、南イタリア語という意味で、ナポリ語という用語を用いるため、注意が必要である。英語版ウィキペディアでも、南イタリア語とナポリ語という二つの項が大きく重複した形で書かれている。エスノローグは、カンパーニア方言と、北カラビリア方言を合わせたものを、 ナポリカラブリア語と新たに名付けた。各方言間でも特別に近いわけでもない両者を結びつける行為は方言の距離が非常に近いことを示唆している。両シチリア文化協会はナポリ語の方言に優劣はないとしつつも別言語とするような発言については強度に対する未引き以上の意味は持たないと評している。両シチリア独立運動を進める活動家たちは ナポリ語の権威向上をスローガンの一つに掲げている。ありがとうございます。